一生幸せな夫婦はこんな共通点がありますよ。あなたは次のうちどんな妻、どんな夫に当てはまりますか？はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。現在ご結婚なさっていらっしゃる方々、ご縁あって今の夫婦関係を結ばれておられるかと思います。そういうご縁あって一緒になったご夫婦でも、ちょっとしたね、小さないざこざが原因で喧嘩してみたり、最悪の場合離婚につながってしまうなんてケースも少なくございません。そこで今回は一生幸せな夫婦で居続ける人の共通点についてお話してまいりたいと思います。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。まず仏教における夫婦関係についてお話してまいりますね。仏教ではですね、夫婦関係や親子関係になった相手とは前世からの濃いつながりがあって、夫と妻、親と子、お互いにその立場が逆だったこともあるというふうに考えられております。そこには理由がありましてね、お互いの立場や関係が入れ替わることで、前世と現世では全く違う視点から人生というものを見つめて味わうためとされております。なぜ違う立場からの経験が必要なのかと申しましたら、より深い魂の学びを経験することができるから、そういった魂レベルでの深い考え方でございます。生まれ変わり死に変わりすることを仏教では輪廻転生と言いますけれども、相手にとっても、そして自分にとっても、お互いに魂の学びを得るにはふさわしいお相手として現世で出会っているとも考えられます。これを多生の縁と言いましてね、夫婦関係にある配偶者とは前世からの深い因縁があるものなんですね。結婚して離婚してしまうのもまた一つの大きな学びでしょう。どちらが良い悪いではなくて、事実経験したことやその過程から学ぶこと多しでございます。いずれにしても仏教では、親子や夫婦の関係は現世だけのご縁ではなくて、過去前世からのご縁によるものという捉え方をいたします。夫婦関係というのは深いご縁で結ばれた人間関係ではあるんですけれども、実社会で一番難しい人間関係はその夫婦関係と言われるほど結構難儀な関係性とも言えますよね。そもそも日常生活を私たちは送る上でね、人間関係に悩み困っているという人は実際多いものでございます。むしろ人間関係に悩んでいない人を探す方が難しいと言っても過言ではないでしょう。それほど円滑な人間関係を築くのは難しいものでございます。そんな人間関係の中でも一番濃くて近い存在が家族です。その家族の中でも夫婦という関係性ほど近しい存在はございません。近しい存在であればあるほど上手に仲良く人間関係を築いていくのは難しいとも言えるかと思います。仏教には六方来経というお経典がございます。シンガーラという若者に説かれた教えなんですけれども、そのシンガーラはどちらかといえば勘の鈍い青年でございました。このシンガーラのお父さんは息を引き取る直前にですね、六方を礼拝して回りなさいという遺言を残されます。それを聞いたシンガーラはどうやって礼拝するのか知りませんでした。東西南北上下の六方に向かって闇雲に礼拝しておりましたらね、そんなシンガーラに向かってお釈迦様はおっしゃいました。人に言われたからただやっているだけではあまり意味がありません。物事にはちゃんとした意味がございますよと言ってね、六方の意味について教えられます。六方というのは私たちが織りなす人間関係のことを表しております。その上で東が親子関係、南が師弟関係、西が夫婦関係、北が友人関係、上が宗教者と一般の仏教信者との関係、そして下が主従関係であるということを伝えて、それぞれの奉仕の仕方を説いたお経でございます。これらの6つの人間関係を正しく把握してね、日々の生活を送るならば幸せな人間関係を築くことができますよというふうに説かれておられます。この教えを参考にするなら、夫婦関係を良くしたいのなら西の方角を向かって拝みなさいということになります。でも拝んでいるだけでは夫婦円満にはなりませんよね。やはり何より実践が大事でございます。祈りながら実践です。今現在夫婦関係にあるという方は、お互いに自分の役割を自覚して行動することが大切でございます。自分がどんな夫であればいいのか、自分は妻としてどうあるべきなのか、どういう心がけで家族を幸せにすることができるのかといったね、こういったことをちゃんと考えて行動することが夫婦円満、家庭円満につながるということでございます。じゃあ実際ね、夫として妻としてどういった行動を心がければ良いのかについてね、それぞれ具体的に5つずつ円満な夫婦関係のために必要な条件が教えられております。一生幸せな夫婦はこんな共通点がありますよ。あなたは次のうちどんな妻、どんな夫に当てはまりますか？まず夫が妻に対して意識すべき5箇条、まず1つ目は奥さんを褒めること、2つ目は奥さんを軽蔑しないこと、
これね、褒めるも軽蔑しないも一つにつながっていると思いますので、合わせて解説いたしますね。まず褒めるためには尊敬する気持ちがないと心から褒めることはできないかと思います。尊敬の範囲語が軽蔑だと思いますので、つまり軽蔑するような心持ちでは褒めることなんてできません。尊敬する気持ちがあれば、奥さんの良いところ、素晴らしい長所をぜひ見つけていただきたいと思います。これね、見つけられないってことはないかと思いますよ。もしないと言い張るのでしたら、もしかしてそれは見ようとしていないのか、もしかして見る目がないのかもしれません。自分の純粋なその心で奥さんを見つめられると、感謝すること、褒めるところが数えきれないくらい見つかるかもしれませんよ。ぜひ奥さんを敬って褒めてあげてくださいね。夫が妻に対して意識すべき5箇条、3つ目は奥さんを裏切らないこと。人に裏切られたら辛いですし、その相手が信じている人であれば、その悲しみは計り知れないくらい大きいものでございます。夫婦関係では一番の裏切りは不倫ではないでしょうかね。でも多いですね、不倫の問題。世間一般の認識でも法的にも不倫は罪でございます。仏教的にも八大地獄の第三の守護地獄に落とされることになりますからね。もちろん罪でございます。信じてくれている奥さんの気持ちを大なり小なり裏切るような真似だけは絶対しちゃいけません。夫が妻に対して意識すべき5箇条、4つ目は家の権利を全部任せること。家計の管理を奥さんに任せるということですね。まあ、今ではね、共働き世帯も多くなりましたので、家計をそれぞれ分けて自立しているというご家庭ご夫婦もありましょうけれども、基本的に家計の管理は奥さんに任せた方がスムーズにいくということなんでしょうね。もちろん強制ではないんですけれどもね、できれば快くお給料を奥さんにお渡しいただければ理想的なご夫婦と言えるかと思います。夫が妻に対して意識すべき5箇条、5つ目は奥さんにおしゃれをさせてあげる。人生を明るくするには明るい人と付き合うのが一番でございます。中でも奥さんにおしゃれをしてもらって、女性としてね、綺麗にいてもらうことって結構大事なんですよね。これが奥さんにおしゃれをしてもらうと、お互いに明るくてポジティブな空気に包まれるかと思います。そうなると良い運気を舞い込むようになるし、プラスの発想からプラスの結果を引き寄せることにもつながってまいります。ということで、夫が妻に対して意識すべき5箇条、1つ目は奥さんを褒めること、2つ目は奥さんを軽蔑しないこと、3つ目は奥さんを裏切らないこと、4つ目は家の権利を全て任せること、5つ目は奥さんにおしゃれをさせてあげる、以上の5つでございました。なんだ、そんな単純なことか、それぐらいもう知ってますよとおっしゃる方はそれで OK でございます。この心を大事になさって、いつまでも夫婦円満でいらっしゃいくださいませね。逆にできていないという男性諸君は、ちょっとね、意識して奥さんに気持ちを向けていただければ幸いでございます。男性諸君は心して奥さんを大事にしていただきたいと思います。ではお次、奥さんが夫に対して守るべき5つの条件がございます。まず1つ目は仕事をよく処理する、つまり炊事洗濯家事万般といったね、家庭内のお仕事を上手にこなしてくださいねと教えられておりますよ。それこそ現代はね、主婦といってね、家事や育児を夫が担当されて、奥さんが稼ぎ頭として外に仕事に出ていらっしゃるというご夫婦もありますから、まあ、これは何とも言えない条件ではありますけれどもね、昔ながらの日本の基本スタイルでいらっしゃるご夫婦の場合としてお考えいただければ幸いでございます。奥さんが夫に対して守るべき5つの条件、2つ目は両家の親族を大切にする。たとえどんな思いを抱えていらっしゃったとしてもね、どんな家庭の事情があろうとも、やはり家族やご親戚というのは他には変えられない、かけがえのない大切な存在と言えます。ただ現代社会では日本の家族形態や親戚同士の付き合い方が一昔前と比べてね、大きく変化したせいで、家族を大切に思えない人が増えてきているとも言われております。何か不測の事態が起きた時とか、最後に頼れるのは親族だったりするものでございます。奥さんは女性ならではのその明るさと、女性ないやり取りで親族間の人間関係を構築できる能力をお持ちだと思いますので、その持ち前の能力を生かされて、両家の親族を大切につなぎ合わせて、奥大役を担っているものと認識なさっておいてくださいませね。奥さんが夫に対して守るべき5つの条件、3つ目は不倫をしないことです。これはね、夫も妻も同じことですね。夫に対して最悪の裏切り行為になると思いますので、十分心してお気をつけくださいませね。奥さんが夫に対して守るべき5つの条件、4つ目は家の財を守ること。夫は家の管理を奥様に任せてくださっているはずでございますので、無駄遣いをしないでしっかり家計を守っていただければ幸いでございます。奥さんが夫に対して守るべき5つの条件、5つ目は勤勉であれ、そしてなすべきことを上手にこなす。家計の管理、
家庭内のこと、親族間の人間関係、そして夫に対して明るい笑顔で包み込んであげるためにもね、やはりしっかり勉強なさって、自分の器を大きく養っておくことも抜かりなく行ってまいりましょうね。うまくご自分の役割を回していく鍵は、奥様あなたの采配一つでございます。ということで、奥さんが夫に対して守るべき5つの条件、まず1つ目は仕事をよく処理する、2つ目は両家の親族を大切にする、3つ目は不倫をしない、4つ目は家の財を守る、5つ目は勤勉であれ、そしてなすべきことを上手にこなす、以上の5つでございました。現代社会において仮面夫婦と言われるご夫婦も残念ながら少なくありません。一旦ご夫婦の契りを交わされたのであればね、お互いに自分の役割を自覚することが大切と言えます。とはいえね、そんな役割は苦しくて毎日眠れない日々を過ごしていらっしゃるという方もおられることだと思います。それはね、本当にね、お気の毒でございます。そういう方はね、一旦ね、自分の役割を手放しても大丈夫です。手放してみましょう。辛くて苦しいさなか頑張ろうったって誰も頑張れませんから、これまで頑張ってきた代償として今苦しんでいるんでしょうからね、やり続けてきたその手を一旦離して楽になってみましょう。許してもらえないかもしれないですけれど、全部自分がそれは知っております。そんな自分のことを認めてあげるのは自分自身です。夫や妻が認めてくれなくてもね、自分で自分自身を認めてあげればそれでいいんです。そうしてまたやろうと思われたら、その時ゆっくり動き出せばよろしいんです。一人で抱えきれなくなったらご連絡ください。気持ちを吐き出して楽になりましょう。はい、ということでね、お互いに夫婦の立場や役割を意識なさって実践することが家族の幸せにつながるかと思います。また折を見てね、ご夫婦でお互いどういうタイプの夫あるいは妻であってほしいのか、年末のこの機会ね、じっくり話し合ってみられるのもよろしいかと思います。ということでね、今回の話は参考になったよと思われたそこのあなた、ぜひね、チャンネル登録グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。